ブログ撮んないで。今日は人劇祭1日目ということで、私たちは1日目だけ、出させてもらうんですけど、今日はあの1日神保町のちょっと裏側とかそういうの撮れるとこ撮っていきたいなと思います。人劇祭楽しんでますか？超楽しい文化祭みたいで楽しい。私と一緒のピンクチームですね。確かに。エルフっぽいよね、これね。そうです。これ荒川がデザインしたやつで。そうなの？そうですよ。バンドめちゃくちゃ盛り上がりました。オープニング最高でした。逆にどうでした？芸人さんのバンドってあんま生で聞くことなかったんで、見たんですけど、ほぼネタやと、ブラゴンさんの。それもでも人劇祭ならではなと思ってよかったです。確かにね。人劇祭どう？正直言って。誰が大変でしたね。面白い。何て？面白い。あ、面白い。食べ過ぎやん。好きな滑り方も作れ。もうな、終わって。内容にはならないな。人劇祭、楽しんでますか？うん。人劇祭、いっぱい汗かいただけで終わったわ。いや、そんなことないよ。汗かいて、ポーと。なんかやっぱりずっと春が回してたんが、どこが本当に、その、邪魔、ブザマ、ブザマ。邪魔とかブザマとか言わんでええやん。回してなかったし、今日。うん、まあでも、ダブル東で言わなあかんなと思うわ。春可愛かったって、春可愛かったよ。ちょっと、やかましいわ。何やねん、今年。ミラもお疲れ。お疲れ。敗者復活ならず。いや、本当に10万欲しかったんやけど。無理やった。だってその敗者復活でみんな時事抜きみたいないろいろやったけど、みんな肺を抜けたいってなったよ。時間かかりすぎて。本当はね、肺を抜けたいって言いつつも、もう残りやけど奥底に10万っていうのは間違いなかった。みんなだけでも前の無理じゃなかったか。二人だけよ。そう、みんなもう助けてくれなってなってたよ。若干行け行けと思って。いや、三浦だけよ。で、今日終わりですか、もう二人は。うん、今からせやな、素敵じゃないかのキーホルダー全部舐めとこうと思います。気持ち悪い。これもオンライン配信もありますんでね、発売。僕はその3の MC を我々ネイチャーバグ。そうか。まあ逆に勝った人が MC やると変な空気になっちゃうから、確かに負けてるからこそいいかなと。最高やな、はい、思います。頑張ります。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。素晴らしかった。ハルさん、いや、めちゃくちゃ活躍してましたよね。してないよ。めっちゃ面白かった。本当にテンションも変やって。いや、お疲れです。素晴らしい、本当。何にもしてないって。いや、なんか、うん、みんな楽しそうでね、うん、楽しそうやったな、ね、お客さんも盛り上がってくれてましたよ。そうそうそう。オープニングバンドから始まってコーナーでな、ね、あれ面白かったですね。ルフィのこの動くやつ、打ち上げもあったけどな。あれ動いたって思いましたよ。薄い薄い、コメント薄いって。いや、マジで、でもすっごいみんな楽しかったけど、うんうんうん、ちょっと足引っ張ったかなと思って。まあそうですね、正直。もう舞台の匂い消したい。じゃあ燃えって。今日舞台の匂い消したい。見たってこの流れ。あ、小橋さんや。まだですか、お出番。眠そうやな。口パクでまだ言うてるやん。頑張ってください。うわ、ムニムニしてる。おつお、にゃー、何してんの？あ、ちょっと、いろいろ。え、そのキャラいらんって。お腹、パン、パン。ちょ、ちょ、ちょ、そんなんちゃうやん、普段。ちょ、ちょ、ちょ、ちゃうよ。タマスイとかやん。ピアノ、ピアノ、ピアノをやるよ。にゃそのピアノ。乗るなって。私をやるよ。うん、ちょ、いらんって。ちょ、何してんの？パーン、パパパパーン、パパパパーン。ちょっと毎回不安そうな顔してるやん。パパパパ、にゃーん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 。よう合わせれんな。もういいです、あなたたち。すいません、もうお邪魔しました。あ、木原お疲れ。お疲れ様です。ありがとう。桜は、いちごの木原。あっさり。ハムバックピン。もうええわ。ニオンプヨン。最悪です。おはようございます。おつ。は何組？青か。青です。XXL か XL で巻いてるんですけど、ね。え、名前書いてあるからあかんで。うわ、危な。勝手に取ろうとしたら。危な。お風呂に上。よかったな。名前書いてくれてる。あった。あった。XL でした。あ、XL でした。決まってました。はい。イエーイ。お疲れ様です。動画です。
人劇祭お疲れ様です。もうこれ流行って5、6年前ちゃうんですよ。テンパりすぎてゴニョゴニョ言ってたよ。え、終わり？お二人終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。一緒の公演でしたもんね、二人とも。あ、すみません、あのエルフの YouTube のちょっと裏側をみんなのちょっと撮りたくてちょっと回させてもらってます。エルフの YouTube の裏側をみんなの、あ、じゃあエルフの YouTube で、あの人劇祭の裏側を、ああ、そうですね、そう、人劇祭のという同士、小田上田の小田です。言ったことないよ、そんな。初めて聞いた。今日初めて言った。お笑いをさっと移動し、小田上田の小田です。ちょっと意味わからんし、さっと移動しの高くなるみたいなこと、緊張するんじゃん。太郎もバンドお疲れ。あ、ありがとうございます。オープニングアクトでね、やってて、すごすぎた。失敗してたんや。いや、太郎だけがめっちゃガチで真剣に向き合ってたっていうの聞いて、え、俺だけやった。太郎だけ真剣に、いや太郎だけみんな真剣にやってすぎてた。俺だけ太郎だけがソースどこそれ浮いてたやろ。お疲れ様でした。ありがとう。おおおおおちょっとちょっと皆さん、俺だけがバンド真剣やったって聞いた。これに関してはマジでお前だけじゃない。あ、じゃあ俺、え、じゃこんな集まらんでええのよ。大丈夫大丈夫、ごめんなさいね。生田さん大丈夫、やばいしてて。人劇祭の裏側撮りたかったのに。本当に血液がなくなりました。ほんまにやばいやつや。見てください、真剣にしたポイントは。ポイントかわいい。ポイントは、あの毛髪が危ないのに金髪に染めて、でもコントの時はカツラかぶって。わからないコント師だからな、かぶらなあかんのか。ライン出たり戻ったり、出たり戻ったり。これが楽しいのよ。楽しいか、これが楽しい。みんな人劇さんお疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイビー。バイビー。決勝頑張ってください。最悪や。京子さん裏でこんな感じやからな、ほんまに暴力的やからな。この間9番街フェスもありがとうございました。ちょ、返事はできるやろ。ボブとコーラ、噂にマイパターン練習してます。え、これ前、これで全部やろう。あー、なるほど。これはどこに今お前後ろ。え、じゃあ一番いいとこずるの。そうです、これ、これ2日目です。楽屋の雰囲気。武藤ちゃん人劇祭何出ました？武藤ちゃんは何気に多様祭で、うん、大人ブルーやりました。あ、これ、はい、どうやった？楽しかった？楽しかったです。もうちょっとなんか盛り上げるべきだなと反省しております。いや、アーティストの反省や、それは。あ、うまいな、だいぶ。いや、もうちょっと反省いらんよ。楽しんでたやったらよかった。ありがとうね、武藤ちゃん。ありがとう。大喜利ないって言われたから、このまま戻ってきた。誰なん？あのちゃんです。どこがなん？てかさ、エルフさん私好きだよ。ねえ、私もあのちゃんさんは好きやけど、見たことない人。ね、私あのちゃんさんなんだけど。どこがやる？え、てかエルフさん私好きだよ。もうえって。私エルフ。こいつ。私エルフさん好きだよ。どこがな。小田川さんに会いたかった私。嬉しい。私もね、荒川さん超好き。よくネタとか見てる。え、一緒にこれやりたい。やばすぎる。あのちゃんね、違うって。僕これ好き。この前お会いしたんだけど。え、この前会ったっけ？忘れました。え、何の時に会ったの？春。いや、最後は小籔ソニックでお邪魔させて。小籔ソニックの時？あ、ごめんね、その時私忙しくてすごい大変な思いしてたの。いろんなバンドとかもいろいろ抱えかかるとかしててさ、すごい大変な思いっての忘れちゃったの。だから本当にごめんなさい。そんな喋らんて。ハッシュタグチクビーム。すごい、いいね。フルじゃん、フル。すごい、すごい。米田とオフローズのももクロに全員が大拍手。お疲れ。お疲れ様でした。今日はもう出番終わり？終わりですし、声が飛んでます。いけた？いけてないです。ああれ、盛り上がりにかけました。お疲れ。
はるさん、未来から来ました、未来のはるです。違うよ。未来のはるさんはいちご畑を育てていますが、作り方が全くもってさくらんぼでしたので、さくらんぼができてしまいます。ちょっと意味わからんで。じゃあね。なんで怒られんねん。